はいどうもこんにちは、山城と申します。さあ今日はねどこにおるかというと、まあ三重県四日市市のこれね西浜田ってところになります。これ前走ってるのは四日市あせなろう鉄道ね。まあなんで今こんなところを歩いとるのかというと、まあ単に電車に乗り遅れたというだけといえばだけなんですけど、でね、道中まあ近鉄四日市駅の方にね向かってるんですけど、まあまあね、電車のね時間がね、微妙なんで、先にね、ここでね、企画発表をね、やっちゃおうというわけでございますね。いや、まあ、失敗してるのは失敗してるんですよ。最初、日永駅に着いたら目の前に電車がピューッと出てってね、ああ、閉まったと。ね。で、いや、一駅だけ歩こうかな、どうしようかな。カメラ回すからどうしようかなと思ったんですけど、日永から赤堀まで歩いて赤堀から乗りゃいいやと、ね、思って歩いとったんですよ。また目の前で赤堀の駅前で電車がピューと行ってしまったんで、やってもうたと。仕方がないので、今さらに赤堀からね、近鉄四日市に向けて歩いてるわけでございます。ちなみにこの辺りとか安いよね。24時間でね、400円とかね。そう、だから普通に車ここに止めてくりゃよかったなという気もしてます、今。そしたら多分もう20分ぐらい早くね、着いてましたからね。で、そう。今日はね、どこに行こうかというとですね、東青山駅に行こうと、いうことでございますね。何またそんなところにってね、ないそうですけど、まあね、よく西青山駅はね、動画で上がってるじゃないですか。スーツさんのところとかでもね、上がってますし、なんて言ったって、秘境駅ということで、非常に名高いのでね、有名な西青山駅があるんですけど、まあ、当然、ね、西があればね、東があるわけでございます。で、東青山駅は、ほとんど誰も取り上げてないやないのと。ね、これは良くないでしょう。ね。男女平等とかで、ね、いろいろとね、格差がね、平等が叫ばれてる時代ですよ。西を取り上げるんだからね、東も取り上げないといけないでしょう、ということでですね、うちのチャンネルでですね、なら、やろうじゃねえか。東青山駅、駅の、名所案内、完全制覇の旅、やったろうやないかというわけでございますね。まあ実際名所案内があればですけどね、あそこならあるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、近鉄の場合はご案内ですからね。そうそうそう。だいぶ傾向が見えてきましたよね。旧近鉄ね、近鉄とかと、近鉄沿線、旧近鉄系だったね、ところにあるのはご案内。ね、いわゆる、各種施設ね。ですから観光名所だけじゃなくて、市役所とかそういった場所も入ってくるのが近鉄のご案内。で、対して JR は名所案内ってなってるんで、基本的に本当に名所って呼ばれるような、スポットしか載ってないよと、いうことですね。で、どうなのかな、近鉄の方がね、狭いエリア、駅間がいっぱいありますからね、狭いエリアだし、近鉄の方がやりやすいかなと思ったらね、なんのことはない、近鉄もまあまあ遠いところね、ズトンとさしてましたよね、前回まさかの時なんかね。ということなんで、そのあたりはどっちも構図つけがたしというか、どっちにしたってハードなんやなと、いうことは覚悟した上で、早速ね行こうやないかというわけでございますね。これは西日の行く方、あ、宇都部だ、今回は東青山ですからね。まあ言うと私だってね、四日市市民なわけですよ。多少土地感はあるわけでございます。あっちは山なんです。起伏が激しいんです。今までね、2つやってきましたよね。まっさかと、水波でね、水波じゃね、穂積でねやってきましたけどね、まあ、どっちも基本平野じゃないですか。まあ、松坂城のね、城を登ったりとかね、あそこも、そのまた一夜城とかね、登ったところは、まあね、段差とかでアップダウンありましたけど、とはいえね、今回は山ですからね、多分相当起伏も激しいんで、
うちの動画でいうと起伏の激しいところって言ったら沖津かね、伊勢沖津ね行った、時の駅から散歩とかあの辺りがねハードでしたけど、多分あれぐらいハードなんじゃないかなと予測してます。あ、ビルの清掃か、へえ。ビルの窓の清掃とか絶対無理ですね。よいしょ。まああの西浜田までも歩いてましたからね、あっからは近いのよ、うん、さあ本当はね今日ねちょっと午前中、いろいろとちょっとまた、細かい本当野暮用だったんですけどね、を済ませておったんでどうしようかな、明日にしようかなと思ったんですけど、なんか明日天気が悪いってことなんでね、じゃあもう今日にしとこうかと、いうことで今日収録をしとる次第ですけどね。でどうやって行くのかですよね、特急で行った方が早そうなのかどうなのか、ちょっと駅着いてからね調べてみようと思いますよ。はい、それで見事にね39分の特急間に合わなかったんで、次のねこれさ35いたんで54分かちょっとだいぶ先ですけどね、この54分の、まさか駅急行で、とりあえず伊勢中川に、向かう予定かな、そんな感じですね。よいしょ。それにしても本数がガクッと減ってますね。結構朝の通勤時間とかしんどいでしょうね。7時台とか今までだいぶ走っとったのがめちゃくちゃ減ってますもんね。うわ、今日は平日ダイヤなのか、こっちなんですね。とはいえだいぶ厳しい、あ少ないね本数が、これだとまあ、大変ですね、とりあえず54分やからあと10分今日ありますからね、どうしようかな。近鉄の四日市の駅構内とか見てみます。そんなにでもあせっかくなんで今のうちに四日市駅の駅構内の案内ちょっとフライングで見ときましょうね。多分満を持していつかやるはずなんで、ただね、まあ、地元なんでね別に連休じゃなくてもねやれるやろうと思ってるんで、今日はね、こういう時でないとね一見ちょっと遠方まで、ね、足を伸ばそうと思うんですけど、ご案内めっちゃ乗っとるな。えは、あ、まあ文化会館諏訪神社はいいや、ね、市役所とかも乗るよね、うん、市立病院、いや中川原駅の方が近い気がするけど、うん、まあまあまあでもここからバスも出てますからね、これはバスの本数もおしまいや。中央緑地ね、これもね、アスナロ鉄道でいつも言ってますよね。アスナロ鉄道日高駅っていうか、うちの近所や。ね、で、四日市港、あ、ここも四日市港、あ、まあ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 、仕方ないから、四日市港は乗るか。で、市立博物館もいいよ、すぐ近く。もう目の前、ね、目の前の位置ですからね。いいや。あっちゃんのところですからね。椿さんはダメだろ。あちなみにこれ、椿狼屋市よね。いや無理だろ、椿さん16キロあるよ。でしかも宮島橋まで乗っといて、言っときますか、これあの同じ方角ですけど全然場所は別ですからね。椿さん寄ったついでに宮島橋とか行けないですからね。であと何、鈴鹿セブンマウンテン、ざっくりしたの行ったね。セブンマウンテンのうちの釈迦岳と五大塩岳と雨乞い岳と釜ヶ岳と、これ何だっけ、入道ヶ岳か。いや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 ね、よ乗り換え犬山温泉駅っても書いちゃってるもんな、ね、小物駅とか言っちゃってるもんな。下車バスってなってるけど、待て、釈迦岳に行くバスなんて小物駅から出てたっけ。昔は三重交通が来とったんで、なんか路線バス走ってましたけど、今コミュニティバスだけになっちゃいましたからね。釈迦ヶ岳に行けたっけな、これはちょっと審議ですよ。いやちょっと待って、これはわかりましたね。
レースここはオンエアカットしたんでね、また後々来た時に驚いて、ね、もう行く準備で、もう車前につけてきますからね、もう椿の神社とかね、宮島橋なんて無理ですからね、いや、まあ、確かにそれぞれバスには行けますよ。ただね、バスの本数も1日数本とかですからね。あ、椿の神社は2時間に1本ぐらいあるかな。宮島橋ってどれぐらいしかないんだろう。あとめちゃくちゃお金もまあまあかかりますからね。これは厳しいね。そうかそうか。面白いのが、補助料金のマップか、特急料金のやつは、駅の発車ホームごとにね、細かくマップが分かれてるんですよね。ですからこっち側だと名古屋方面は乗ってなくて、この四日市からの、ね、値段とね、あれが全部書いてありますよっていう。このデラックスシートの値段は、これはいわゆるデラックスシートの料金込みの値段ですね。で、火の鳥のは書いてないっていうのは、こっちから火の鳥行きやとないですからね。で、料金も、書いてあるね。時刻表も書いてありますね。まあ、ほんと減ってるな。びっくりするぐらい少ないね。で、とりあえずね、伊勢中川まで行きますからね。ただね、多分特急の停車、最寄りの停車駅は榊原温泉口なんですよ。榊原温泉口の1個横ですからね。 D の56かなんですけど、とはいえね、榊原温泉口を降りても結局そこから月に来る下道の電車が伊勢中川発なんで、まあ伊勢中川からもう、下の電車に乗っちゃった方が変わんねえということですね。まあこれが今すぐ名阪特急がやってくるんだったらまたちょっと話が別なんでしょうけど、でも結局ね、アクセス上もうこのまま急行で行くのと一緒の電車になるみたいなんでね、まあ急行は急行でね、伊勢中川駅、いわゆるね、特急で便利な近鉄は言われてますけど、空港でもね、ちゃんとね、アクセスとかね、しっかりしてるはずなんでね、大丈夫だと思いますよ。とりあえずこんな感じで行ってみようと思います。四日市名古屋方面はお乗り換えください。